灼熱の卓球娘は、蝶谷櫓による日本の漫画作品。ジャンプ SQ19 にて2014年1月号から2015年3月号まで掲載された後、同志の休館に伴い、週刊ヤングジャンプのウェブコミック無料配信サイト、隣のヤングジャンプへ移籍。第1話より、雑誌掲載文を順に公開した後、 2015年5月15日から2019年2月1日まで連載された。番外編をジャンプスクエア2015年5月号、週刊ヤングジャンプ2016年45号、ジャンプスクエア2017年6月号にそれぞれ掲載。テレビアニメ化され、2016年10月より12月まで放送された。もと作者の長屋は学生時代に卓球をやっており、 スポーツもの,の漫画も好きだったが、いわゆる萌え警備少女の絵柄も好きなため、その両方を合わせればもっと面白くなると考え、自分で描くことにし、ジャンプ SQ192013 年ボリューム06に、卓球ダイアリーのタイトルで読み切り形式にて掲載。これが好評だったため、卓球ダイアリーにおける登場人物の立ち位置や性格などが一部修正、変更された上で、 改めて、灼熱の卓球娘のタイトルで連載が開始された。先日のように、登場するキャラクターは萌え警備少女で、ギャグ要素もあるが、基本的には、卓球の練習や試合などを題材にしている。また漫画的な派手な描写もあるものの、各登場人物が使用する卓球の技術はほぼ、実在するもので、その技術の説明も、作中で細かく行われている。なお、 作中の大会は団体戦のみの描写で個人戦は省略されている。女子中学卓球界で全国大会9連覇の強豪校が無名の学校に敗れる波乱が巻き起こる。そんな中、私立鈴芽が現中学校の卓球部エースである上屋上がりは学校にて転校生の旋風小よりに遭遇。小よりも前の学校で卓球部だったということで、 スズメガが原中でも卓球部に入部する。上がりは、都大会ベスト8の記録を持っていたが、小よりは、前の学校で、県大会ベスト4の記録を持っており、スズメガが原中でも他の部員と勝負しては次々と任し、注目を集める。やがて部ランキングベスト1の座をかけて、上がりと小よりの勝負が行われる。小よりに、部の注目を奪われたことを面白く思っていなかった、上がりだが、 常に楽しそうにプレーする小寄りを見るうち、勝つことに執着する、あまり忘れていた卓球の楽しさを思い出して、自分のプレーの幅を広げ、小寄りをライバルと認める。楽しむことを第一に考えていた小寄りも、全国大会を目指して真剣に戦う上がりに影響され、全国の強者とドキドキする試合をしたいと、上がりと共に全国に行くことを望むようになる。 また部には足の怪我でキューブしていた部長のボテキルカが復帰。やはり全国を目指す彼女のもと、スズメが原卓キューブは本格的に全国大会へ向けて再始動する。全国大会へ向けての第一歩として全国大会出場経験がある区立も津山中学校との練習試合が行われることになる。こよりの対戦相手はモズ山中を全国へ導いた。 強敵20丸くるりだった。苦戦する小寄りだが、以前の練習時に上がりに教えてもらったことをヒントに反撃する。練習試合後、スズメが原卓キューブは合宿を行うことになり、モズ山中との練習試合などで見つかった課題をもとに、各選手は練習を行う。合宿から学校に戻るとそこで待っていたのは、以前スズメが原卓キューブにいたが、小寄りと入れ違うように転校し、 現在は、援助学園にいる月のわくれないマシンだった。くれないマシンは、みんな、特に上がりの顔が見たかったというが、くれないマシンが、スズメが腹にいた時につけられなかった、勝負の決着を求める上がりに対し、もう上がりとは、卓球で、勝負しないと、くれないマシンは、天候前と同じことを言って別れる。大会の地区予選が開始された。 ストレート勝ちという好調な成績で勝ち上がっていった、スズメが、現中団対戦メンバーは、地区予選決勝戦で、援助学園と対戦することになる。だが、第1試合で勢いをつけることを期待されていた、スズメが、原の天下花火が敗北する。花火の親友で、第2試合に出場した出雲北斗は、花火のためにも勝って、負けを帳消しにしようとしていたが、そのプレッシャーや、 対戦相手の手強さにより苦戦。だが、花火の声援により、合宿で特訓した成果を発揮して勝利する。第3試合のダブルスに出場した胸ム胸ネムネと、キルカのペアも、序盤は苦戦しているかに見えたが、キルカの作戦とテクニック、胸ム胸ネムネの強打により勝利する。第4試合はくれないマシンが避けていた、上がりとくれないマシンの試合となった。上がりはくれないマシンに、 小よりとの出会いなどで成長した自分を見せ、先行する。だが、くれないマシンが、本当の力を隠していることを以前から感じていた。あがりは、くれないマシンに全力を出すよう求める。やがてくれないマシンは、スズメが腹にいた時には隠していた本性を見せ始める。紅いマシンはそれまでの防御的な戦い方から、超攻撃的な戦い方に切り替え、ついていけないあがりは逆転され、 さらに圧倒されかける。だが、上がりは、戦いながら、小寄りの声援のもとに攻略法を考え、ついには、合宿や小寄りとの個人練習で身につけていた強烈な、スマッシュを炸裂させて、猛追撃を開始する。追い上げる上がりは、暮れないマシンとスコアをタイにまで持って行き追いつく。だが暮れないマシンは、今までの防御的な戦術と攻撃的な戦術を、組み合わせて、 さらに上がりを揺さぶる。それでも上がりはチームのエースとしてチームメイトの期待に応え、くれないマシンに勝利。その結果シングルス4戦目を行うことなく、鈴ガが原中の地区予選優勝が決定した。援助学園の面メ々ンメンは土大会で雪辱を果たすと、鈴ガが原中の面メ々ンメンに宣言する。その後日の7月24日は上がりの誕生日だった。 地区大会での功労者を祝福する意味も込めて、部員総出で上がりの誕生日を祝おうとする企画が持ち上がる。だが実は、こよりも同じ誕生日だった。主要な学校名にはすべて鳥の名前が付けられている。卓球部団体戦メンバーその他の卓球部員いずれも1年生で、部内ランク界の部員。作中では卓球に関する知識、技術を説明される役割を担うことが多い。 原作では、どのキャラがどの名前か表記されていなかったが、アニメやその資料で一部判別可能。全員、名字と名前の一音名が同じ音になっている。その他のスズメが、現中関係者小よりが入部後初の、スズメ芽が原中の練習試合相手校。以前の大会で全国へ進んだ競合。もともとは、平凡な実力の学校であり、部員がたった二人しかいなかった時期もあったが、 二重丸、くるりの存在によって大きく力をつけ、前年の夏の大会で全国初出場した。原作では、こよりとくるりの試合以外は、結果が簡単に触れられていただけだが、アニメでは、全試合の内容が描かれている。また、くるり以外のフルネームは、原作では不明だったが、アニメでは、残りの5人にも、フルネームが付けられた。大会地区予選決勝戦の、 スズメが現中学の相手校。以前の大会では、スズメが腹に勝っている。お嬢様学校と言われる私立の女子校であり、学校だけでなく卓球場を多く経営していて、あちこちから選手を引き抜いていると噂されている。アニメではくれないマシンは原作と異なり、スズメが腹の合宿出発直前に登場。他のキャラクターは12話に姿のみ登場。 全国大会9連覇の強豪だったが、10連覇をかけた大会の予選リーグにて、早草学園にまさかの敗戦。中学女子卓球会に大きな衝撃を与えた。部員の声優は関志保。行動を破った勢いでそのまま勝ち上がり、全国制覇を果たす。部員の声優は白木直。アニメでは、原作通り物語冒頭に登場するほか、12話ラストにて、 大会で小よりと対戦している場面が一瞬描かれている。2016年3月に発表され、同年10月から12月まで、テレビ東京、BS ジャパン、ATX にて放送された。全十に話。原作単行本2巻収録第6話、合宿までの内容を中心に、アニメ化。もともと原作者の長屋は、アニメ化を一つの目標にして、漫画を描いていたが、 実際にアニメ化が決まった時は自作がアニメ化されたことよりも卓球作品でアニメ化ができたということが嬉しかったという。アニメ公式サイトの原作者コメントによれば原作ではあまり描かれなかった日常シーンを多めに描くとあり、長屋の監修のもと原作では描写がなかった2話の学校内でのシーンや5話の帰宅時のシーンなどが追加されている。また、 原作ではあまり、あるいは全く描写がなかった、こよりの入部後のタブインとの試合、またモズ山中との各練習試合が、より細かく描写されている。監督の入江康宏らは、本作を制作するにあたり実際の卓球動画を見たり、全国中学選抜卓球大会を取材したりして、絵コンテなどの参考にしたほか、ボールやシューズの音など試合中の効果音にも影響を、 受け再現を試みたという。また音楽面では、試合中の曲にクラブミュージック的な劇ともを使用し、視聴者の気持ちを盛り上げることを試みたとのこと。BD、DVD アニメ本編 BD、DVD イベント BDCD、キャラクターソングサウンドトラック世界卓球に合わせ、コラボ企画が行われている。ありがとうございます。